はい、どうも翔平 TV です。よろしくお願いします。というわけで本日はカムイスポーツ所沢店さんに来ております。本日は野球用品の中でバッティング手袋がね、やっぱ野球やってる子はみんな使用すると思うので、バッティング手袋の紹介をしていきたいと思います。そして今回はプレゼント企画がありますので、ぜひともこちら動画を見てもらって応募してほしいなと思います。今回はこちらのねバッテをまず紹介するんですけども、やっぱフランクリンはメジャーリーガーだったり外国人選手がすごい使ってるイメージがあるので、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。その中でフランクリン今オーダーできるんですよね。オーダーできるんで、オーダーで約1万ちょっとぐらいすると思うんですけど、オーダーのバッテが作れるので、まあ、そういうところで結構いろんな種類でおしゃれなバッテが作れるからいいんじゃないかなと思います。まあ、いきなりなんですけど、ここ在庫処分バッティング手袋コーナーがあります。いや、いいでしょ、めちゃめちゃおしゃれじゃない。型落ちっていうんですか、去年モデルのやつだったからここにあると思うんですけど、物自体めちゃめちゃいいんで、これはとても買いだと思います。あの手のサイズが合う方はぜひともね購入してほしいなと思います。ここね間違いなくいいから、この辺ね。では下行くとローリングス、やっぱね、やっぱローリングスはおしゃれなので、すごいカラフルなバッティング手袋がありますね。でこちら昨年までね、あの大谷選手が使ってましたアシックス、今年はニューバランスになったんですけど、ニューバランスのバッテとか野球道具はまだ世に出てないと思うんですけど、アシックスなんかおしゃんじゃない、すごいおしゃれな感じだと思います。こういったいいバッテもありますけど、下行ったらねちょっとこうデザインがちょっと違うようなものもありますし、値段も高いとこからまあちょっと抑えられたものまで結構あります。でもしゃがんでもらうと今年ちょっとこうじわじわ来てますよね。マルーチ木製バット、結構強い耐久性のある木製バットなんですけど、そのバッティング手袋があるんですけど、僕的になんかこれフランクリン風な感じはします。でこのマルチはちょっとこれ今までにないんじゃないかなっていうデザインで、すごいおしゃれなデザインだと思います。でこの下行ってもらうと、まあ、ここもまた割引のされたバッティング手袋もありますし、こちらね今年出ました Z のバッティング手袋なんですけど、これね実は僕も今持ってまして、実際試合で使ってるんですけど、これ特徴がありまして、こちらの使用のグローブ、バッティング手袋、ここの手の部分がこの関節のところがこう曲がってるんですよ。曲がった仕様になってます。ここ間も見えるかな、ほらこう開くんですよ、開いてるんですよ。でこれで屈曲がしやすいっていうやつ、普通こうピーンってまっすぐになってるんですよこれ基本的に。でもこのバッテに関しては初めからバッテの仕様がこうなってます。まあ人はさこうなってる人いないですよね、ずっと。で多分大体力抜くとこういう状態になるんですよ。なのでこの状態の仕様のバッテがあのこれはねすごくいいですよ。洗えますし、はい、無駄な力を入れずにしっかりと振り込めるということで、このここがすごいね大事です。パワーアークな感じ、ちょっとこうグッと握れる力が入るみたいな、そういったバッテになってました。はい、これもまあちょっとこうメッシュ風で軽くてメッシュなバッティング手袋もありますし、こちら行くとさ、まあ去年も売ってましたよね、こういう母の日モデル、父の日モデルだったりオールスターモデルだったりとか、そういったバッテもありますし、まあ森選手かな、これ森モデルだからね、森選手のカラーもありますし、まあ様々すごいおしゃれな、なんか Z のバッテって今まであんまりなんかこうおしゃれっていうのはシンプルなイメージだったんですけど、すごいおしゃれになりましたよね今年ね。去年から一昨年去年ぐらいからなんか変わりました。はい、そしてこの水のプロのパワーアーク、ダブルベルトもありますね。はい、パワーアーク関係今年出たやつもちょこちょこ販売されてますし、つなげでしちゃうと思うのでお早めにお買い求めください。では下行くとさ、ビルドライブっていうちょっと価格が抑えられた合皮なんですけど、水野のちょっとおしゃれな、ちょっと今までにないけどいい感じるコントロール、全てはボールを的確に捉えるために素手感覚、結構こう薄いのかな、バッテにこう力がかかる箇所を伸縮性を持った素材にしてストレスがかからないようなバッティング手袋だそうです。まあ個人的にじゃあ今回こちらのバッティング手袋を購入して、今回翔平 TV でプレゼント企画をやっていきたいと思います。イエイ、やっていこうぜ。多分 SM なんて多分子供でもいけんじゃないですか、大人の子供もいけそうなバッティング手袋、こちらも購入していきます。はい、でこちらねほら勝ち色バッテもあります。こちらのレプリカ系もあります。まあ WBC 盛り上がったんですけどね、こういったバッティング手袋もまだ販売されております。はい、こっち学生用の学生対応のバッテなんですけども、まあ黒か白っていうとこなんで、黒白
バッテがうわーってありますよね。でこっちもまあウィルドライブありますね。これはお前だね。これ多分あの木製太陽のカラーなんですよね。これもじゃあ買いますか。これもじゃあ M サイズと S サイズ1個ずつ購入していきましょうか。はい、 SM、SM と。でバッテコーナーいたんですけど、ちょっと思いついちゃってさ、せっかくこちらのバッテをプレゼント企画をするんであれば、こちらのグローブもじゃあやっちゃいましょうってことで、個人的に好きだったちょっと気になったこの H セレクションの黒襟の内野仕様グローブをこちらも動画を見てくれてる子にあげます。あげます、プレゼントします。いいですか、プレゼントしちゃって。しちゃいましょう、しちゃいましょうか。まあこちら今回はですね、購入ということで、まあ新学期始まりますし、まあたくさんの人にWBC も盛り上がりましたし、僕も WBC に関わらせてもらった身としてはとてもこの勢いを使ってね、どんどん盛り上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。翔平 TV では現在、野球チーム取材とかもたくさん行ってますし、野球道具紹介たくさんやってますし、たくさんの野球人に会えることを願って今後とも頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。本日は、カムイさん、撮影させていただき本当にありがとうございました。はい、というわけで、購入してきました。こちらバッティング手袋4つとグローブ購入してきました。こちらですね、視聴者プレゼントということで、今回はやっていきたいと思います。応募条件は翔平 TV のチャンネル登録と、動画のコメントに、4月ですね、4月今上がってると思うんですけど、4月中の翔平 TV の動画に、たくさん、コメントをしていただいて、もう1回でもコメントした人がもう対象となりますので、お願いします。そしてもう一つ、リンク貼ってますインスタグラムの、翔平 TV のインスタグラムもフォローもぜひともよろしくお願いします。この3つで応募完了ということで、コメントが多ければ多いほどやっぱ確率は上がっていくと思いますので、毎日チェックをしてください。よろしくお願いします。カムイさんもね、今後とも利用させてもらうと思いますので、カムイさんの、リンクもね貼ってますので、チェックよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 4月プレゼント企画、はい、ということで、ミズノのグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに、高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。